フランケギニス、フランケギニス、ムナグロシャコは、キジメキジカの鳥である。キプロス、トルコから、シリアイラクイランアフガニスタンパーキスタンインドにかけて、また、ヨルダン周辺、アゼルバイジャン周辺などに生息し、生息数は2012年時点で30万尾、以上85万尾未満と推計されている。スペイン、イタリアでは絶滅、サウジアラビア、バングラディッシュでも絶滅したとみられる。 体長は平均31センチほど、体重は平均450グラム程度。オスは頭、胸、腹、脇が黒地に白い反転。頭と胸の間に茶色の首輪状の模様、背と翼は黒地に白や茶色のラインが、尻尾は黒地に白く細いラインがそれぞれたくさん見られ、尻尾の下は茶色となっている。 低地の沿岸地域の農地や河川沿いの足の密集した低木林、樹木が少ない草むらなどに主に生息している。開けた場所に出てくることは少なく、大抵は適度に植物に覆われている場所に隠れて生活している。繁殖はトルコ南部では3月から5月にかけて行われ、産卵個数はバードインターナショナルによれば7個から12個、パーステリーによれば 初めての産卵では2個から5個の卵を産み、その後は産卵シーズンが巡ってくるたびに産卵する卵の数が増え、およそ20個にも達しますとされている。巣は浅いくぼみのある形状で干木の間や小麦畑などに設けられ、草、枝などで作られていたり、草木の茂みに隠れていたりする。何かの事情で卵の数が減ると残りの卵を放棄し、 別の場所に映像し直し散乱するという習性がある。植生は雑食性で、昆虫、芋虫類のほかに、植物の種子、新芽、葉、海景、穀物、一軸ぶどうなどの果物等を食べる。ありがとうございます。